いつもありがとうございます。テルミ村上です。今回は、本の書評レビューをします。今回の紹介する本は、ベストセラーコード、売れる文章を見極める驚異のアルゴリズムという本で、ジョディ・アーチャーという著者ですね。アメリカの、翻訳本ですけども、ベストセラーの法則を、コンピューターを使ってこう解析して、明らかにしようという試みですね。コンピューターを使うということで、アルゴリズムとか言葉って結構難しいですよね。アルゴリズムっていうのは、いろんな計算方法とか手順とか、ある一定の言葉とかものとかをこう数値化して、その傾向性を見出すというか調べるためのものですけども、テキストマイニングっていう最新技術を使ったということなんですが、テキストマイニングってあまり聞かないですよね。今ビッグデータといって、ネット上とかコンピューターにはいろいろこうデータがあります。特に文章のデータとか数値のデータとか統計のデータとかいっぱいあるんですけども、そういった通常の文章からなるデータを、テキストマイニングっていうのは単語や文節で区切って、それらの出現の頻度や、共出現の増加、出現傾向とか時系列などを解析することで有用な情報を取り出すという、テキストデータの分析方法ということで、ウィキペディアにも紹介されてますけども、難しいですよね。要するに、コンピューターを使うということです。テキストマイニングの技術というのはいろいろ進んでいて、特にSNS とかブログとかいろんなアンケートの結果とか、たくさんのデータを集めて、分析する方法なんですけども、センチメント分析っていうのもあって、その中にはですね、応用して分析で、それもテキストマイニングの技術ですけども、感情のこう表現、例えば感情なので喜怒哀楽ですよね。商品やそういったその出来事とか、いろんな書き込みとか2チャンネルとかもあると思うんですけども、そういったものをこう感情の分析はいい傾向なのか受け入れられているのか、そういったことを IT、コンピューターの技術で、分析できるんですよね。そういった意味でアメリカの著者ですけども、当然アメリカのベストセラー本、数千冊のベストセラー本と、そのベストセラーでない本のデータをこう5年間こうせっせと集めて、それでこう傾向性、どんなものがベストセラーなのかということで、明らかにしてるんですけども、いくつかあって、なんていうか、本を読んでるそのヘビー読者さんというか、ものすごく読書好きな人が見れば直感的に分かるようなことかもしれないですよね。その一つが、3つか4つの中心的なテーマが全体の 30% を占める本が売れる。その中でもそのよく見られるのは人間同士のつながりを感じさせる親密な関係ですよね。それとも人とのつながりっていうのは、いろんな意味でマズローの欲求の中でも上の方に行きますよね。どうしてもそういった人とのつながりっていうのが、どうしても孤独っていうのは人は耐えられないんで、そっちの方に向かうと思います。その中に上位に行くのは、家庭とか仕事とか子どもの学校生活、最新テクノロジーということですね。で、そのベストセラーのプロットラインっていうのは、その感情の動きをですね、起伏をこう
計算する方法ですけど、それがさっき話した、センチメント分析で明らかにしたのは、その山と谷が規則正しいリズムを刻むという山脈構成の均整の取れたプロットライン、要するに、まあ、あのよく、物語でもいろんなものです。三部構成って多いですよね。三部構成でこう感情の起伏の上下をこう、書き表す、まあ、さっき言ったその、センチメント分析などでそういった傾向性が分かるということですよね。三幕構成と分かりやすいですもんね。で、ジャーナリズムや広告などの世界で日常使える言語を扱った経験のある作家に売れっ子が多い、まあ、今トレンドの、まあ、単語っていうのはやっぱ引き付けやすいので、キャッチコピーをこう作る、まあ、作家さん、まあ、コピーライターとかも多いですけども、まあ、そういった広告に携わったりとか、まあ、新聞記事ですね、まあ、ジャーナリスト、ジャーナリズム、そういった人たちがもう書き手はその人を引きつける単語を、まあ、身に染みて使っているので、そういった経験があると、まあ、その作家にも活かせるということですよね。で、最高の書き出し方っていうのは300ページの物語が、まあ、孕む対立の全てを20ワード以下の一部に盛り込んだもの、要するに、対立軸を作って二分論ですよね、要は敵味方に分かれて敵を叩く、まあ、分かりやすいですよね。いろんな世界で使われている手法ですよね。ディベートでも、まあ、イエスかノーか、いいか悪いか、分かりやすいですよね。そういうのはやっぱりこう脳がこう単純化して、まあ、こう脳に入りやすいというか、それが感情にこう転化するで分かりやすい。で、まあ、登場人物は、まあ、ニードやウォント、まあ、必要とか欲しいとか、主体的な動きを表す動詞との親和性が高い、まあ、要するに、まあ、能動的な単語が、まあ、その感情を動かすトリガーになっていくんでしょうね、まあ、とてもとか、まあ、ベリーですね、リアリーとか、まあ、副詞は、まあ、そういったものは使用頻度低いんですけども、どっちかというと、まあ、短縮形ノットとか、まあ、必要とか必要でないとか、まあ、短縮形というのは読みやすいんでベストセラーでは4部を使われるというのは、これは英語なので、まあ、日本語にはちょっと属さないのかなと思います。要するにですね、まあ、つまり著者が5年間の研究にわたって明らかにしたかったのは、明らかになったのは、まあ、ヒットをさせるためには、まあ、正しい言葉を正しい順序で並べることということです。まあ、これはどこの世界でも、まあ、論文でもですね、論文では書き方があって、いろんなものをこう書くことっていうのは、まあ、広告文でもさっき言った、新聞記事でも、いろんなコピーライティングという世界もありますけども、いろんなものでこう、まあ、正しい言葉、正しい順序ってなって、そのなんかテンプレートっていうのはみんなこうあるわけですよね。まあ、そのテンプレートっていうのは、まあ、一番そのベストセラーが売れるためのものっていうか黄金法則なんですけども、まあ、あとはその時代に即したテーマの選び方とか、広告をどうやって使うかがこうベストセラーにするためのこうなんていうかな要因だと思うんですけども、そこは全くここには触れられてなくて、まあ、この本についてもこう売るためにはやっぱ広告が必要なんで、いかにコピーライティング、コピーライターの力を使うかということをもっと早道だというふうには思います。まあ、そういった意味で、毎回ご紹介していますけども、ベストセラーを作るために、まあ、売るためにはジュニアコピーライター養成講座というのが一番こう適したものかというふうに、まあ、適した教材だと、まあ、プログラムにもなってますけどもと思います。本日もはありがとうございます。以上でございます。また、お目にかかりたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。